はい。ということで、えっ、ー、と、オープンデータバトルのキックオフ説明会と交流会を、えー、開始たし,したいと思います。本日、司会進行を務めさせていただきます、えー、JTUG サポーターズコラボ企画のユーセイと申します。精一杯進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。本日のアジェンダは、えー、以下の通りになっております。ご覧ください、えー。ご一緒くお願いします。まずはじめに、えー、このオープンデータバトルの今日のメンバーを紹介できればと思います。 ご覧のとおり、えー、タブロー界きっての池見を知と、愉快な仲間でお送りいたします。ということで、今回のテーマはですね、あなたの地元というところで、えー、JDUG の長瀬様に、えー、バトンタッチしてお送りしたいと思います。それでは長瀬さん、お願いします。はい、ありがとうございます。まず概要から説明差し上げます。オープンデータで地元愛を叫ぼうとありますが、こちら実はですね、このオープンデータバトル、シビックパワーバトルというイベントに、 インスパイアされて、まあ、皆さんの,このデータコミュニティに向けて再構成したハッカソンイベントでございます。ウォークンデータバトルの大きな目的自体は地方創生です。このイベントを通じて地元の知名度を上げることで、その地方創生の目標達成を狙います。一方で、このバトルっていうことで、まあ、とにかく競争だっていう印象は強いんですけども、基本的にみんなで盛り上がるところが大切で、 えー、まあ、お互いの参加している皆さんの自治体がですね。みんな一緒に pr になるって言うような状態を目指したいなと思います。ですので、お互いの地元へのリスペクトを忘れずにやりましょう。イベントの流れです。まず、少し大きめの流れを説明してその後ですね。もう少し細かい流れを説明いたします。まあ、オープンデータを駆使してですね。アイス、皆さんのアイス、地元の5分のプロモーション動画を作成して。 事務局に提出します。で、事務局の方でそれを取りまとめて公開しまして、なるべく多くのオーディエンスにその動画を届けてですね、そのオーディエンスたちのオープンな投票によって評価をしてもらいます。でその評価の結果によって、いくつかのチームが決勝に残って、まあ、決勝に進めるというような形です。決勝では、まあ、動画の視聴もしていただくんですけども、プレゼンテーションバトルを行います。 これはです、ね、相手がいて、相手に対して自分たちの地域のです、ね、優位性を述べ立てたりですとかですね、そういったことを競い,あのまあ競い合うバトルしてもらいます。そして決勝の会場は、日本タブローユーザー会、JTUG の総会になります。日程的には未確定なんですが、12月の上旬、場所もはっきり申し上げられませんが、未確定の形なんですけども、セールスポーツタワーになります。 こちらが全体のざっくりとした説明。もう少し細かくブレイクアウトしていきます。まず最初にキックオフです。まあ、これ今日のイベントです。これ実は第2回も予定してまして、同じ内容で6月14日、同じ時間に参加者に向けたまあオンラインの説明会と、これからやりますけども、交流会を開きます。次2番目、一時エントリーですね。プラススラック参加とございますが、これ今日オープンします。一時エントリーオープンします。 これ、フォームで送信していただく形なんですけども、送信したからといって、じゃあ、あの最、最後の正式エントリーまで走り切らなきゃいけないか、そういうわけではありません。何かの事情があって、離脱していただいても、特に問題ございません。フォームの、フォームはですね、簡単なアンケートが入ってるんですけども、内容的には、お名前とメールアドレスと地域と、まあ、チーム編成の希望と、皆さんのスキルセット、こちらをご記入いただこうと思っています。 はい、こちらアンケートの実際の項目なんですけどもどここに来ている皆さんも、まあ、個人でやろうとしている方もいれば、まあ、個人なんだけどできればメンバーを集めてチームを編成したいねっていう人もいるかもしれませんその方は2番目の選択肢上の2番目の選択肢ですねこちらを選択してくださいでこれ選択していただくと、まあ、あのスラックに入ってからですね、えー、なるべくこう,うまく地域とかスキルセットとかを え、コーディネートした形でマッチングを支援いたしたいと思います。もうすでにチームがあるよっていう方は、最後のチーム欄を選択していただければ大丈夫です。それが一時エントリーでですね。あの、フォームの方を送信していただくと、最後に、えー、回答後ですね、スラックの URL がついてます。招待 URL がついてますので、そちらをクリックしていただくと、オープンデータバトルのスラックに入れます。スラックに入ったらですね、あの、自己紹介をお願いいたします。 こちらが一時エントリーです。続いてチームビルディングの説明なんですが、基本的にスラックの中で交流のチャンネルがございますので、そこで交流してアイデアを出し合ったりしてチームを結成してください。もちろんこの後の交流会でチームができたらそれはそれで結構でございます。事務局がですね、チーム編成のための交流会のような企画をしたりもします。これは地域の方も多いということで、オンラインを想定しています。 もちろん、実施的にですね、ちょっと交流会やりたいんだけどっていうことで開いていただいても構いません。で、チームが開いたらですね、チームが編成できたら、スラックの方に、そのチーム用のチャンネルをお作りいたします。これがチームフィーディングです。次が、あの、勉強会なんですけど、これ、この、全体流れを説明しきった後に説明いたします。続いて、作業開始なんですが、まあ、一応、あの、チームができました、あるいは個人でやりますってなったら、公開されているオープンデータを活用して、 データ分析や可視化をもうすぐに行ってください。オープンデータの定義なんですけども、もうすでに公開されているものの他に、例えば地方自治体などが所有していて、公開されて、公開してもいいようなものが実はあったりするんですね。そういったものでも構いませんし、新たにデータを作成して、それをオープンデータとして扱って、それを使っていただいても構いません。比較的自由な形になっております。 で、続いて、あの、それをデータを使ってですね、プレゼンテーションを作っていただいて、えー、最後に5分の動画にまとめてください。続いて、6番目の地方大会です。地方大会は、まあ、地域ユーザー会が主催する地方大会、まあ、まあ、あの、予定してるんですけども、これに出場して、皆さんのプレゼンテーションを発表してください。ただし、これは必須参加ではなくて任意です。 あくまで自分のプレゼンテーションをブラッシュアップする場として利用するというような手続けで地方大会にぜひ参加してみてください。そこでブラッシュアップし終わったもので、まあ、自分たちが納得してですね、私はこれで出したいんだっていうことであれば次にですね、正式エントリーをしてください。正式エントリーの日程的には10月になると思います。次、8番目、審査ですね。同じく10月になると見込んでるんですが、 審査を、これは事務局の方でおこの取りまとめて行います。基本的に事務局が気に入ったとか気に入らないとかそういったものではなくて、オープンな形で投票形式にしてですね、その票の、まあ、合計点で競うと思います。ただし評価軸が今ですね、5つぐらい考えてまして、例えば、もちろんその地,地元の、地元に対する訴求力に対,に対する評価軸、そしてその実現性、 さらにオープンデータの活用度、技術力といった形でバランスよくですね、プレゼンテーションを評価していきたいと思います。それの総合点で審査を行いまして、決勝に出場していただくチームを決めたいと思います。最後に決勝です。先ほど申し上げましたが、JTUG の総会のセッション、ワンセッションで決勝大会を行います。なんとこか出場していただきますので、トーナメント形式というよりは、それぞれプレゼンをしていただいて、それを そこに参加している人、そして、まあ、オンラインの人がいたら、オンラインの人も投票して、えー、最後の C を消したいと思います。その際、動画を流すだけではなくて、プレゼンテーションバトルを行っていただきます。こちらがイベントの流れでございます。質疑応答はですね、最後、えっと、この後森田さんのセッションがあるんですけど、その後に質疑応答を受け付けますので、お願いします。勉強会について詳細をお伝えします。 一応3パターンぐらい考えてまして、まあ、オープンデータの活用とか、タブローの普及を図るために、一、えー、番目が、まあ、ビジーズ、これあの、東京都のハッカソンで入賞されたチームなんですけども、ビジーズさんによるオープンデータの勉強会をまあまあ企画しております。そして、地域ユーザー会による勉強会、えー、その他のコミュニティリーダーによる勉強会とありますが、まだあの具体的な話になっておりませんけども、オープンデータバトルというハッシュタグをつけて、 オープンデータに関する勉強会を開いていただければ、それを JTUG としても支援していこうと思っております。ちなみに地域ユーザー会、8つありまして、関東だけないんですけども、今表示されている8つありまして、この青字になっているところは、このイベントを主催している JTUG のコラボレーション企画チームの人が所属してますので、確実に勉強会をやってくれるものと思っております。 勉強会の説明でした勝利のキーは交流となってますが実はこの図はですね川尻さんという千葉県の流山市の方の図から再構成したものでなんですけどもこの丸一つ一つが各チームというふうに考えてくださいプレイヤーとし,たとしては我々市民がいるんですけどもさらにですねそこに教育機関とか企業とかあるいは地方自治体を巻き込むことによって そこでですね地域の魅力を発信するための競争が生まれます。さらにそれがですね1チームだとやっぱりたこつぼになっちゃう可能性ありますので、他の地域と交流をすること、先ほど言ったような交流会をですね利用して、あるいは地方大会を利用して、他の地域がどういったプレゼンを作っているのか知って、ですねその比較によって自分たちの街の魅力を再発見する。さらにに自分の街にない 魅力もですね、保管、連携ができるというようなえ、こういったサイクルを描くのがですね、勝利の、まあ、一つのセオリーのようなことを、まあ、実際あの、さんでおっしゃってました。我々もですね、こ,こ事務局が取り持つというよりは、皆さんが動いてですね、いろんなところに頼んでみて、協力してくれるところを巻き込んでですね、そういったプレゼンをですね、作り上げていっていただ,いただきたいと思います。 次にオープンデータのサービス一つご紹介いたします。トゥルースターさんっていう会社さんがですね、PODB っていうですね、サービスを提供してまして、まあ実はトゥルースターさんは JTUG のスモンサーの一つなんですけども、こちらがですね、eStat で公開されているような設計のオープンデータをですね、まとめて、 まあ、いいスタとちょっと使いにくいというところがあるんですけども、この PODB であれば、比較的利用のハードルが下がった状態で、皆さん、ビズ作っていただけますので、まあ、ぜひこちらですね、お使いご利用ください。おすすめでございます。えっと、一応、料金はですね期限、期限はあるかもしれませんが、えー、料金は無料になっておる。そして最後にちょっと細かい話になるんですが、まあ、チーム平成等のレギュレーションをですね、いくつかご紹介します。皆さんあの、お名前の後に自分の地域、 そうですね、記入していただいていると思うんですけれども、チームの単位が都道府県ではなく、もう少し細かい市区町村でお願いしたいと思ってます。というのは、都道府県でやると、例えば県の中にも結構いろんな魅力があったりして、少しこう焦点がぼやける可能性があるので、えー、また東京とかですねあんまり大きな地域だと、まあ、人数も多いので、収集がつかないというのがありますので。 できればフォーカスを絞った、できればってごめんなさい、市区町村できちんも結成してください。ただし、複数の市区町村を含んだ地域でも構いません。私、あの東京の町田在住なんですけれども、例えば町田は隣の相模原市と、うん、結構仲がいいので、町田相模原連合を組みますというようなこともあるのでございます。そして大都市圏が結構問題でございまして、やっぱり人数が多いというのもあるので、 なるべく他のチームと地域が被らないように、ちょっとお互いですね、何やってるか見てですね、範囲を分割してください。でチームができたら事務局の方にご連絡いただければ、スラックのチャンネルをお作りいたします。そしてこれ一番最後、複数チームにまたがった参加が可能です。ちょっとパッと見よくわかんないんですけども、まあ、ある人がですね、複数のチームに えーまあ、ちょっと二股かけるみたいなことも、一応可能ですということでございます。一応レギュレーションでございました。うなるんですけどもで、私の方でお願いございまして、こういったオープンデータバトルの試み、実はあの、実はというかもう、今回、我々 JTUG としても初めての試みでございます。で今回、1回目の説明会に来ていただいた方、一応あのリストをざっと拝見したんですけども、まあ、タブロ会の中でも、 11の方であるとか、結構集めの方がいらっしゃいますので、皆さんにぜひちょっと次回のですね、6月14日の、まあ、同じ内容なんですけど、説明会に向けてですね、皆さんの関係する、あるいは所属する組織、コミュニティにですね、このオープンデータバトルの情報発信をお願いしたいと思います。後ほどあの URL の方は共有しますので、それを紹介していただいて、 皆さんの、まあ、エスコートのもとでですね、スラックに入って、この試みにジョインしていただければなと思います。あと、今日できればですね、一時エントリーまで済ませていただければなと思います。えー、私の説明は以上でございます。そしたら森田さんのセッションを挟んで、質疑応答でまたお会いしましょう。森田さん、よろしいでしょうか、はい、森田でございます。はい。お願いします。はい、あ、どうも。えー、私は、えー、JTUG の方の コラボ企画チーム。あ、チームか。<laughs> の森田と申します。はい。よろしくお願いします。えー、他にはですね、あのー、今あ、先ほどもちょっとありましたけれども、ビジーズというチームを組んで、えー、いろいろオープンデータのことをやったり、えー、タブローのプレップユーザー会なんもちょっとやったりしております。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私からはですね、まあ、ちょっとなんかいろいろお堅いような話もあったんですけれども、 えー、まず、このイベントはものすごくあの緩いイベントだとい,ということを先に申し上げておきます。なので、えーまあ、運営側もですね、えーまあ、この先、行く先どんな、どういうふうになっていくのか、えー、全く想像がついてない部分があったり、えーまあ、成り行きでいろいろやろうみたいなあ雰囲気の、緩いあのイベントの企画であるということを <laughs>、まず前置きとして申し上げておりますので。 ぜひ皆さんもですね、あの、緩い形で参加して楽しんでもらいたいと思います。で、あの、まあ、目的は先ほど長瀬さんの方から地方創生っていうこともあったんですけれども、まあ、本当にですね、あの、皆さん、やっぱり、ど、まあ、どこかその推しの街っていうのあると思うんですね。で、それは、まあ、生まれた街でもいいと思うし、今住んでらっしゃる街でもいいと思うし、 まあ、例えば学生時代過ごした街とか、どこでも構わないです。どっかやっぱり自分が好きな街というのがあると思いますので、まあ、その街をぜひオープンデータを使って宣伝してくださいと。ね、いう企画のイベントです。ですから、えー、ポイントはまずその推しの街を自分自身が決める。そして、先ほどのあったように、えー、もちろん個人でやってもいいんですけれども、できれば仲間を募ってやった方が面白いと思います。 ですから、まあ、同じ、えー、地域、同じ近くに、えー、の、推しの、されている方とぜ、ぜひ一緒になってですね、ええー、まあ、その自分の好きな街を、オープンデータを使ってアピールする。オープンデータを使って、ええー、なんですかね。まあ、そう、アピールするということをやってくださいよ。やってみましょうよっていうイベントです。で、 えー、まあ、なんでこの企画になったかというと、まあ、私自身もいろいろオープンデータとの関わりっていうのは、あまあ、かれこれもう十数年、もっとかな、あるんですけれども、えー、まあ、なかなかオープンデータっていうのは、広、広、利用が広まらない、えー、活用が進まない、えー、そういう問題も抱えています。で、ぜひ、あのー、 今回、皆さん、ぜひ、その、オープンデータを、まあ、いろいろ見られてる方もいらっしゃるかもしれないし、いや、あんまりそんなの見つかったことないよ。な、自分の町のそんな、自慢をでするようなオープンデータなんてあるんかいなんて思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、意外に意外探していくといろんなとこにいろんなデータってあります。ただ、ただ、使いやすかったり、使いにくかったり、それもまた、いろいろだと思うんですけれども、 まあ、ぜひこの機会を通じてですね、オープンデータっていうものも知ってもらったり、えーまあ、それを活用してみて、えーまあ、いろんなチャレンジをすしていただく、そんな機会にしていただけたらな、なんて思っていますで。それがまあ一つと、もう一つはあの、この企画を通じてですね、ぜひやっぱり、あのまあ、今日お集まりの方、タブローの、J、えー、タブローのコミュニティの方、まあ、中心かと思いますけれども、もしかしたら、 えー、今日、タブローと全然関係ないあの世界で活躍されている方があのいらっしゃるかもしれません。ぜひ、その、そういうつながり、えー、結びつきの機会に、あの、このイベントを通じて、えー、楽しんでいただけたらな、そして楽しんでいただけたらな、というふうに思っています、えー。と言いますのは、私、あの、まあ昨年、えー まあ、東京都の土地事配オープンデータハッカソンというのに参加して、ま,あ、まさに、ね、その体験をしたんですね。ちょっとその時のことをお話しすると、えーまあ、あのハッカソンって、えー、割といわゆるシビックテックの方々の参加が多いんですね。多かったんですよ。ね、なんですけれども、まあ、我々は、私はそのタブローのユーザーとして、まあ、このハッカソン。 参加した、あの、ハッカソンに参加したんですね。で、最初はですね、私一人でやろうと思って参加したんですよ、実は。で、えー、まあ、いろいろそれして、都知事会の,の、あれもいろんな途中で勉強会とかイベントがあったりしてやってたんですけれども、あ、これとてもじゃないけど、一人じゃ無理だなと思って、で、誰か一緒にやらないって、ちょっといろいろ探したんですね、声かけをして。 で、最初ですね、一週間ぐらい声かけても、いや、今忙しいからちょっとできねえよと。ね、そんな、締め切りがあれ、確か8月ぐらいだったと思うんですいや、ちょっと無理無理無理なって。一週間ぐらいやったって、誰も集まらなかったんですよ。ただ、一人、えー、私、一緒にやってもいいですよっていう人が現れたんですね。で、それは誰かっていうと、この名前言っていいかどうかあれなんですけど、えー、ールス e s f o の木村さんなんですよ。 で、木村さんが一緒にやらないって言ったら、まあ、いいよって言ってくれて、二人になったで二人になると強いんですよ。だんだん増えてくるんです。で、そこから始まって、例えば、まあ、BG っていうチームのメンバー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれない。例えば、石川さんまあ、あと、今日いらっしゃるかな、中西さんとか、坂井さんだんだん私もやるよって言ってくれる人が現れて、まあ、五人。 ぐらいのチームになって。で、やったんですね。そうするとですね、もういろんな、ああ、価格反応みたいなのが起こって、いろんなアイデアが出て、いろんな面白いものができて。で、結局まあ、それを都知事配で発表して、まあ、アイデア提案書っていうのをいただいたんです、ね。そういう面白みっていうのも、あの、あると思います。ですから、積極的に、皆さん、周りのね何、別にタブローのユーザーだけじゃなくていいと思うんですよ。あの、本当に <laughs>、えー、地元の、 隣のいおじさんとかおばさんとかいいかもしれないし <laughs> あの、ぜひね、いろんな方に声かけてみて、なんかこういうの一緒にやらないとか、あるいはあ、自分の知り合いに、例えば、あなんか山口の県のね、出身の知り合いの人がいたら、山口県のチームの人に、こんな人いるようなんて紹介してあげたりとか、まあ、そういうこともあってもいいかもしれないし、ぜひぜひそういうことを、このイベントを通じて、そういう、あの まあ、交流の機会を増やす、まあ、そういう場に、えー、して、えー、やっていっていただけたらな、なんて思ってます。そして、さっきの話になるんですけれども、この、あの、まあ、なかなかこういうハッカソンとかあ、まあ、今回もバトルって名前をつけましたけども、コンテストとかね、そういうのにあまり参加したことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やってみるとですね、まあ、本当に、あの、楽しいはずです。で私はそういう体験をしました。 で、やっぱりそのイベントに参加される他のチームの方との交流っていうのもどん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 増えていくし、例えばさっきの話、私自身はいろいろな、あまあ自分があんまり普段出会わないようにね、シビックテックのもうめちゃくちゃ AI に詳しいね、<laughs> 人とか、もう Python すごいですみたいな人とかに出会ったり、まあ、そういう何かのきっかけでそういうつながりも生まれてきて、何かそれが自分の役に立つ部分もあると思うし、また、 相手の人にとっても、あの、特に、あの、あのイベントの時は、なかなか可視化をする人たちって実は、ああいう中に実はいなくて、あの、いや、す,すごい、その、可視化ってすごいですね、とかっていうことを言われたり、まあそういうこともあって、えーまあ、やっぱり、あの、人のつながりが増えるってことはあ、まあ自分のためにもなると思うし、いろんな人のためにもなると思うので、ぜひそういうのを活用してもらえたらなと。で、もう一つこあの、ブラック知事杯の時に、 イベントの感想なんですけど、今日はあのやっぱりタブローのユーザーの方多いと思うんですね。で、データを可視化するっていうことは、ものすごく実は多くの人に求められてて、ものすごいニーズが高いっていうことを申し上げておきます。あのなかなかオープンデータっていうのを使って、データを可視化するっていうことができる人たちって、実はそんなに多くないんですよ。だから、こういう機会にぜひ、あの、 やっていくと、皆さん自身のいろんなアピールにもなると思うし、あのこういう場を使って、ぜひ、楽しんでもらえたらなと思ってますということで、それぐらいでよろしいですかはい。はい、森田さん、ありがとうございます。はい、じゃあ、そうしましたら、質疑応答にしましょうか。はい。質問をしてるので、よいしょ。 あ,あ,ありがとうございます。一応、あらかじめもう出てるものは、えー、今、スライドにはしてますねで。タブローでなくてもいいかっていう質問ありました。まあ、あの、大丈夫ですけども、大丈夫ですと。ただ、あの、勉強会企画とかはタブローでやらせていただきますっていうのの回答です。地方大会ってなんか甲子園のイメージあるので、優勝しないと本に出場できないのかってあるんですけども、そんなことはありませんと。 地方大会で低評価を受けても別に構いません。参加者の意思で、えー、正式エントリーをしてくださいで。審査は、まあ先ほど申し上げましたので、えー、いいと思いますけども、まあオープンな投票にします。はい。で、関東の人が多くて地方が盛り上がらないのであって、ちょっと本末転倒なんじゃないっていうのを、こう、実本質的な問いなんですけども、皆さん、関東の皆さん、 できれば積極的に地方のチームに飛び込んでいってください。<laughs> <laughs> そこで地方を盛り上げて、その地方のことを好きになるということで、まあ、お互いいいことずくめだと思いますので、ぜひお願いします。と,というのが、あらかじめあった質問に対する答え。これ以外何かございますでしょうか はい。本数エントリー提出するもの,の、フォーマットですよね。まあ、動画のフォーマットっていう意味だと思うんですけども、まあ、あの、一般的な動画フォーマットを MP4 とかであればえ、こちらで再生できれば大丈夫です。でしかも、その、なんか、編集ソフトをゴリゴリやってっていうのも、もちろんそれもありなんですけども、それこそ、Zoom で録画しておいてでも構いませんので。 じゃあ次いきます。チームメンバーが後から増えた場合、申請が必要か、特に必要ないです。えー、正式エントリーの時にはあの、メンバーの方がですね、揃っていただきたいとは思います。あ長良さん、今思ったけど、スラックの方に登録してあげないといけないから、なんか誰か通知もらって、登録しなきゃいけない。そういう意味では、はい手、手続きっていうか、ちょっとシステム的な理由で、はい、申請は必要ですね。 お新潟県割り当てだと、まあ、北陸、パジリ先生、大歓迎とおっしゃった。三川 <laughs> さん、エントリーフォームありがとうございます。山梨さんから、市区町村縛りがかなりきついと思いましたと。はい。地方の人が集まりにくく、狭い範囲だとチームを作るのは難しそう。まあ、そういう意味では、例えばチーム愛知っていうふうにしておいて、えー、でも一応やる市区町村は、ここだよ、フォーカスなここだよぐらいな、 ちょっとそこは緩めに考えていただいていいのかなと思いますが、いかがでしょうか。いろいろご相談でいいんじゃないですか。そうですね。あのまあ、ただ、うん、なんかその、例えば愛知県なら愛知県でやりたい人が集まって、その中で、まあ、まあ、どっかの市,市区町村を決めるか、まあ、それもさっき言ったように別に1個の市とかじゃなくて <laughs>、エリアみたいな感じでいいかもしれないし、あんまり ガチガチルールはなくて。はい、RTUG の発表では現地での参加になりますでしょうか例えば関東在住で地方に参加する場合ですね。こう, <laughs> ういうパターンもあるから、地域で現地でやる場合はハイブリッドにしていただく、あるいはもうオンライン前提にしていただくということです、これは RTUG 側で検討していただく形になると思います。この配慮はあのお願いしておきます。 ありがとうございます。で、東京に進学、就職した同京の人を探すといいとか、これは山根こその、やっぱりあどうぞ人、人がなかなか集まらない地域っていうのはあると思うんですけども、ぜひですね、人を探してください、<laughs> あっちこっちで。<laughs> はいろんな人に頼んで、誰かい,いないって紹介してもらうとか。はい。 そうですね、どうぞ、PF さん、そうですね、栃木とか、まあ、できれば地方で入っていただきたいなと思う <laughs> なもし、どうしても集まらなかったらしょうがない、どっかにあのト,レードというトレードというか、どっかに丸め込まれてもらうとか、<laughs> はいえー、そうですね、はい、全く関係ないところでも、あの特に上側でとやかく言うことはありませんので、ゆうせさん一旦、はい、いう説明が終わりにしますありがとうございます。 それでは、えー、もう一つの説明会のもう一つのセッションですね。交流会の方に入っていきたいと思います。ブレイクアウトセッションのご準備はいかがでしょうかいかさんブレイクアウトの方は大丈夫ですかあはい、大丈夫です。できてます。まだオープンしてはいないので、<あ>こちらの方の説明が終わった後、あの、オープンさせていただく予定です。ありがとうございます。それでは、えっ、ー、と、交流会の説明に入らせていただきたいと思います。チーコーに用意したブレイクアウトルームを、えー、用意しております。こちらのいずれかにご移動を願います。 まあ、ルームとしては、えー、北海道、東北、関東、北新、中部、関西、えー、中国、地方、えー、九州、沖縄に分かれています。ブレイクドールームでは、簡単な自己紹介の後に、どの都市を推したいか等について、えー、情報交換をしてください。まあ、後にのチーム、チームを組む際の参考になると思いますので、ぜひとも積極的にお話をお願いします。 途中での出入りは自由としておりまして、えー、他の地域もちょっと回ってみたいっていう方はですね、プレイクターセッション、えー、積極的に移動していって、まあ、このミーティング、えー、交流会にどんな人が参加しているのかぜひ、えー、体験してみてください。以下、えー、以下の場合はファ、えー、シリテーの指示に従ってください。えー、関東は、えー、人数が集中するのを予想されますので、複数のルームに分割する場合があります、まあ。人数が少ないルームがある場合は途中で、えー バツバツ、えっ、ー、と、まあ、〇〇県の地域が少ないですよといったアナウンスもさせていただきますので、えー、ぜひとも少ない地域のところに行ってですね、交流を深めていただければと思います。